県内は、明日の夜から平地でも大雪となるところがある見込みです。地震から6日目を迎えた今日、上越市では降雪への備えが行われていました。はい、屋根瓦の損壊などが多く確認されている上越市。雨や雪などに備え、被害に遭った屋根にかけるブルーシートが配布されました。天気心配で、 すぐに対応してくださったので、ありがたいなと思って。で、県内は明日の夜の初め頃から、明後日にかけて山沿いを中心に平地でも大雪となるところがある見込みです。県は悪天候時には地震の復旧作業は休むなどして安全を確保するよう呼びかけています。また、新潟市は今日。 2000棟以上の建物被害が見込まれることを新たに発表しましたすでに2160件の理災証明が申請されているということです